皆様こんにちは。大変ご無沙汰しております。実は2週間ほど前にちょっと咳が、最初ちょっと寒気があったんですけども、咳が出てきて、で鼻声になって、でちょっとまあ風邪らしき症状になって、で声が一番最初になんか出にくい時がちょっとあったので、ちょっと動画が撮ることができませんでした。動画に撮ることができないぐらい本当にひどかったので、ようやっと動画を作ることができました。はい、すいません、近況はそこまでに、今日は、多分半年ぶりか1年ぶり以上かもしれないですけども、雑談動画を上げてみたいと思います。雑談動画と申しましても、最後ちょっと勉強動画、ちょっと試しになんですけども、勉強にならないと思うんですけども、それも雑談というか普通のゆるいおしゃべりとしてお付き合いいただければと思います。先ほどからこちらの本がご覧になっていると思うんですけども、こちらは最近買った Amazon で多分買ったと思うんですけども、美しいお家の基本、沖幸子さんの本をご紹介したいと思います。こちらの本は、2010年の本で、大和出版さんの本です。こちらは主に掃除のこと以外にも収納法とか、冷蔵庫や冷凍庫などの収納方法とかもうまく書かれています。おすすめです。はい、2冊目です。2冊目はこちら、恋空。多分30代の女性の方だったら多分知ってらっしゃる方が多いんじゃないでしょうか。恋空っていう本です。こちらは、美香さんっていう方が書かれた、小説で、スターツ出版様から出ています。2006年の本なんですけども、今2017年なので、もう10年以上の作品の紹介になってしまうんですけども、これは当時大ベストセラーとなった小説です。なぜそのベストセラーになったかというと、ちょっとこの本の奥付けの奥の紹介をちょっと読むんですけども、1999年にスタートした携帯向け無料ホームページ作成サービス、現在月間12億ページビュー、現在って書いてますけども、これは10年前の状況の、説明ですね。モバイル最大級コミュニティサービスに拡大で、その魔法のアイランドっていう多分サイトが当時あって、でその小説のご執筆で公開されて、この美香さんをはじめそのインディーズの作家さんが急増されたっていう、いろんなこの、経歴っていうか、こういった流れで携帯小説、当時はパカパカの折りたたみ式のガラケーっていうんですかね、ガラケーの携帯電話の書かれたっていうか、こう売って執筆して、でサイトに上げて、でその中には見染められたっていうんでしょうかねそういう経緯で生まれた本らしいです。はい、3冊目はこちら、結婚指輪は経費ですか。
東京芸能会計事務所というタイトルの本です。こちらは、男性の方ならご存知の方多いかもしれないですね。山田真也さんっていう作家さんかな、作家さんでありながら本業は公認会計士さんや、税理士の、先生として、ご活躍されてる、大変著名な方です。その方が、作家さんが書かれた本です。こちらは、どんな本というか、これはこちらは小説なんですけども、日々お金に関わるそのお仕事をされている、を小説としてお話で書かれた本で、このこちらの本は一番最初のお話は確か、謎解きはお会計の後でって書いてあるんですけども、一番最後の方に、結婚指輪は経費ですかっていうお話が出ています。他にもいろんな、全て4部交渉になっていて、でいろいろもともとアイドル事務所ではないんですけども、税理士、税務事務所っていうんですかね、その事務所で面白い所長がいて、でその所長をはじめそのスタッフとして働かれるその元アイドルたちとで、ひょんなことからこの事務所に入った新しい、雑用係として入った龍ヶ光隼人さんっていう、男性の方が入って、で、元アイドルたち、天王洲アイルさんっていう名前の、登場人物さんはじめいろんなアイドルが出てくるんですけども、お仕事を通じて出会うそのストーリーです。ちょっとしたミステリー小説ですかね。でもミステリー小説で書かれてますけども、もう本当に生活に関わる事件がすごく密接なお話として書かれています。こちらがこちらの本のご紹介、4冊目はこちら、先ほどの本の紹介がちょっと長くなったのでちょっと短めにご紹介しなければいけないんですけども、こちらは3時間で編める帽子と合わせ小物っていう、本です。購入動機は YouTube の動画で編み物動画をされているそのハッピーニッティングママさん の、 動画をちょっと拝見させていただいて、でようやくちょっと今年Amazon でちょっと買うことができました。当時本の値段の定価が高かったっていうのがあったなと思うんですけれど、それで、あとはなかなかちょっと買うタイミングがつかめなくて、でちょっと買うことができました。本の中身はハッピーニッティングママさん の、 動画の中にも書かれてらっしゃるので、あえて中身はお見せいたしませんけれども、こちらは、2014年の本で、辰巳出版様から出ているハウツー本です。帽子の編み方ですね、かぎ編みとか棒針編みとかで編み込む、
大変シンプルな編み方で全て編める本です。はい、お次はかなり久しぶりのというか、そんなに人気動画にはならないかと思うんですけども、最近している最近というか今年ちょっと始めていたことが、ありまして、そのスタディ動画ならぬプログラミングの動画を実験的に上げてみたいと思います。インプットしたらアウトプットをしていた方がいいかなと思って、ちょっと実験的に始めている、私自身の個人的な勉強なんですけども、その動画をちょっと上げてみたいと思います。プログラミングの動画といっても本当に基本のキーのような話になって大変申し訳ないんですけども、あと今使っているこのパソコン Windows 10なので使える言語も限られてしまうので、多分ご存知の方はもうほとんどだと思います。学校教育でも情報や情報学とかの、IT 系の科目の中に、そのプログラミングっていう授業をされている学校さんも多いと思います。多分もう皆さん知っていらっしゃる方が多いかもしれませんね。ちょっとその紹介なんですけども、私はここに拡張子が書いてあるんですけども、HTML で、私はプログラミングを作っています。これはこのパソコン自体が Mac 製品だったら JavaScript とか、あとそうですね、最近流行りっていうか本当に何か人気の言語っていうのが何か Swift っていう言語もあって、大変いろんなプログラミングができるっていう言語があったりとかして、すごく便利なアプリケーションをこう作ったり、ゲームとか作ったり、カレンダーとかを作ったり、そういった言語が Swift とか、あとは他にその XML とか、XML は、HTML や、あと他に HTML5 とかあるんですけども、その高級言語っていうふうに言われているらしくて、本当に多機能にできるプログラミング言語だそうです。で、どんなプログラミングをちょっとやってるのかって紹介いたしますと、これは時刻のプログラミングです。で、これを開くとまずどんな感じなのか開いてみますね。これはちょっと私が昔撮ったその、奈良県のあじさい園の写真で、ちょっと時期外れになるんですけども、自分の好きな画像を貼り付けて、で、ちょっと位置的に本当は真ん中にしたかったんですけども、ちょっと当初分からなくて、普通にもプログラムをこう並べただけで書いただけなので、この画像表示と一緒に現在の時刻日時が出るようにプログラミングをしています。これどうやって作ることができたかというと、ちょっと閉じますね。先ほどの画面に戻って、ここに書いてあるんですけども、先ほどはマウス右クリックしたんですけども、ちょっと左クリックしますね。で、ここのプログラムから開くというところで、
このメモ帳を開くと、まあ、こういうふうにプログラムをしています。まあまあ、HTML の言語なので、まあ、こういった記述になるそうです。これが Swift っていう言語になると、この、 あの鍵カッコっていうんですかね、まあ、半角、まあ、だいたいこうプログラミングっていうのはその半角の文字で、まあ、あの打たないと、あの全角とかにすると、あのもう一気にあの表示してくれないので、これあの要注意なんですけども、まあ、でも Mac 製品だったらもう あらかじめキーボードかなんか設定すると、まあ、あの打てるので、まあ、まずあの打ち、まあ、慎重に、まあ、タイピングしていくと打てるので、まあ、大丈夫だと思うんですけども、まあ、こういった感じで、HTML の言語仕様でプログラムした言語で書いてみたのが先ほどの6ラミングになります。まあ、これは地獄の、はい、次はこちら、もうあらかじめあのこういうふうにあの出しちゃってるんですけども、まあ、もともとそのプログラムを作ろうと思ったら、まあ、あ、そうです、そうですね、あの画像付きのプログラムを作ろうと思ったら、あのまず最初に必要なのはその必要言語、まあ、HTML だったら HTML の書かれたプログラムファイル、まあ、私はあのメモ帳で入力して、で、まあ、そのメモ帳の、まあ、保存の時に、拡張子を HTML に指定して保存するようにしています。で、この他にその CSS っていうのがあるんですけども、これはのカスケードシートスタイルだったかな？あ、そうですね。このドキュメントも必要で、これは CSS とは何ていうのかというと、まあ、これが設計図だとすると、まあ、これはデザインの仕様になりますね。文字の大きさとか文字のフォント、あとはどの文字をどの位置にするか、背景は何色にするかといった感じで書けるのがあのカスケードスタイルシートっていうそうです。で、まあ、こちらはまあ必要画像です。でこれは、まあ、あのどんなプログラムかというとちょっと押してみましょうか。これを押すとオープンで、あのこのお茶とお菓子の画像が出てるんですけども、まあ、このプログラムはあの、まあ、お店の定休日営業日を倍分けするプログラムです。まあ、今日は、これ撮ってるのが平日なので、まあ、平日にするとオープンになってるっていうプログラムが作りたくてちょっと作って、はい、次は、ちょっとあの少しあの高度なプログラムのご紹介になるんですけども、こちらのプログラムは、震度計を設計させるプログラムを作ってきましたが、Windows なので、これは専用の Mac 製品でないとちょっとちゃんと表示ができないので、まあ、これはもう設計図だけの青写真の紹介です。まあ、これはもともと私は全然そういったプログラムとかどうやって設計するのか設計図がないと作れないので、まあ今回ちょっと本の紹介をしたんですけども、まあ、こちらのプログラムでちょっとこうまあ、本の紹介なんですけども、まあ、こちらの本を見ながら作ってみました。こちらは iPhone、iPad、HTML5 アプリ制作っていう本で作っています。
とこちらの本は、ソフトバンククリエイティブ社様から出ている本です。まあこれ、まあ、押しても多分表示はされません。まあちゃんと表示させようと思ったら、まず MacBook を用意して、で、中に搭載されているそのまあ X コードっていうまあアプリケーションというのがあるので、まあ、それで、入力させていって、で、まあ、実機、まあ、実機っていうのは主に、まあ、iPod とか iPhone とか、まあ、そういった Mac 製品を用意して、で、こうプログラムができるという流れになっているそうです。まあ、これも、まあ、もちろんそのちょっと開いてみますね。まあ、ここにちょっとプログラムで入力してるんですけど、この123456行目ですかね。メタネーム、アップルモバイルウェブアップキャパブルって書いてあるんですけども、まあ、これはまあアップル製品で表示させるという、まあ、指示のプログラムです。まあ、こういった、まあ、入力ミスさえなければ、まあ、これでまだ時期に、Mac 製品の中で、どうしたら多分表示はできるかと思うんですけども、まあ、これが、Windows なので、表示されることはできません。まあ、紹介だけの動画になってしまいます。まあ、でもこれで、まあ、表示させると、まあ、どんな感じの、まあ、アプリケーションになるかというと、ちょっと待ってくださいね。まあまあ、こういったちょっと本の紹介になるんですけども、こういった振動計が作れるそうです。で、今回ご紹介したプログラムを作る上にあたって、まあ、導入本、まあ、一番初めに手に取った本がこちらです。こちらは古本屋さん、ブックオフさんでちょっと見つけたんですけども、まあ、でもまあ、すごくいい本でした。優しい JavaScript の基本って書いてます。まあ、この本を参考にして、先ほど今回ご紹介した時刻の表示、天休日の場合分けなど、まあ、私は天休日の場合分けって書いてあるんですけども、いろんな場合分けができるみたいです。曜日によって表示を変えたりとか、あと入力フォームとか、簡単な入力フォームが作れたりとか、まあ、こちらの本を参考にしました。はい、最後は本の紹介で終わります。今お見せしている本は、まあ、今までは Amazon さんとか、まあブックオフさんとかで購入したっていうのが多かったんですけども、こちらの本は、お知り合いの方が頒布されていた本になります。まあ、私が冬の東京でのコミックマーケットにて購入させていただいた本です。こちらの本は先ほど、まあ、これまでご紹介したそのプログラミングへのきっかけを与えてくれたその本になります。まあ、プログラムのことが全く分かっていなかったっていうのが痛感して、で、まあ、導入本としてもこちらからちょっと入ったんですけども、まあ、じっくり、まあ、こちらの本にもじっくり読ませていただいておりました。
まあ、本の中身はまあ著作権法とかにちょっと触れるので、あえて本の中身は開きません。ただすごくいろんな、まあ、こちらはそうですね、まあ、JavaScript のプログラムを使って、まあ、どういったことができるのかっていう、その、まあ、この言語を使っていかに合理的により分かりやすく、あと自分の思い描くプログラムが作れるのかっていう、その魅力を語ってくださる本です。で、まあ、こちらの著者の方が私の知り合いの方で、実は熊谷智博さんっていう男性の方です。こちらの方は、まあ、ホームページもされてて、EasyNetっていうホームページをご開設されてて、まあ、主にそうですね、まあ、ちょっとどのようにご紹介すればいいのか大変迷うんですけども、まあ、資格を持ってらっしゃる方で、本当に専門プログラムの専門家の方です。もう先生です。パソコン整備士1級ソフトウェア開発技術者の資格を持っていらっしゃいます。で、まあ、他まあ、先ほどホームページのご紹介したんですけども、ポッドキャストもされてらっしゃいまして、まあ、ちょっとどのようにご紹介させていただくかな、としましょうかね。ちょっと本の、まあ、奥付けなら大丈夫なので行きましょうか。こちらですね。ネットラジオさんを放送されてて、熊谷と絵面がプログラミングコードの内から聞こえてくる声に耳を傾けて楽しむラジオっていう、そのポッドキャストラジオさん、まあ、ポッドキャストラジオの中のその番組名のムックムックラジオさんっていう、まあ、曲様が、あ、曲様の中の、まあ、そのラジオ番組名ですね、まあ、こちらのラジオをちょっといつも聞かせていただいています。まあ、もう一人の女性の方と、まあ、お二人でトークされているトーク番組です。まあ、いかに言語についての利便性、あとデザイン性で、まあ、自由にいかにプログラムできるのかっていうお話をしてくださるネットラジオの番組名になります。こちらの方は個人的にいや、すごくしっかり丁寧に、まあ、もう、まあ、なんて言うでしょう、すごく綺麗なんですよ。もともと私図書館出身しているものなので、まあ、こう見ただけでは、透明で見てみるだけではわからないんですけども、こうやってちょっと今日はちょっと日の光が強いのでカメラでは映ってないかもしれないですけども、これ実は結構光沢っていうか、ちょっとキラキラしてるんですよ。これすごく本の作りもすごくこだわれてて、本当にいつでも開きやすいっていうのがあるので、本当におすすめです。まあ、あとはそうですね、本の作りもすごい綺麗に仕上がってるんですけども、あとはその本の小別構成もすごいこう逆引きもできるタイプなので、こちらはプログラムを作られてる方でしたら、すごく本当にいろんなところから作品できるので、一度
見かけられたら手に取ってみられてはいかがでしょうか。まあ、こちらが以上、雑談動画ならぬスタディ動画ならぬ、何かよくわからないんですけども動画を上げてみました。今度はいつお会いできるかわからないですけども、まあ、もし動画作れる時間がもしできたらまた作りたいなと思います。もしかしたら年明けるかもしれません申し訳ございません。本当に1年間私の動画にお付き合いくださいまして本当にありがとうございます。またお会いできればいいですね。あとだんだん寒くなってくるので皆さんも風などにはお気をつけて。では。